As I mentioned, poverty deprives children of education. When my heart changes, my behavior changes.中学校3年生の時からです。直接的なきっかけはないんですけど、その小さい頃英語を勉強させてもらってて、でそのことと、あと中学校の担任の先生がすごくこう、何事にも挑戦しなさいというような方で、弁論大会に参加してみたらと言われたことがきっかけです。中1です。家庭訪問の時に担任の先生から勧められたことがきっかけです。普段はまずは原稿を覚えたら、その後は担任の小宮先生という方がいらっしゃるんですが、その方と先生と一緒に発音の練習とかアクセントの練習とか、またこうすごく僕はオーバーな表現をしてうるさいって言われることがよくあるので、そういうことがないように先生に見てもらいつつ抑えつつ、相手に伝わるように話すということを普段の練習ではしています。5分っていう限られた時間の中で話さないといけないので、早すぎても遅すぎてもいけないので、さらっと流していいところはさらっと流して、そして一番言いたいところは溜めてから言うっていうような間の取り方を意識してます。全国大会で他のブロックから来た人たちの発表を聞いて、こうもっと今度は2日間に分けてある大会なので、こうもっとみんな他の方々と、その弁論の内容とか、もしくはもっと別のこととかで、こうお友達になれたらいいなというのが、ちょっと目標じゃない気がするんですけど、目標です。はい、弁論に関してはもう次の大会がないので、弁論に関しての目標はないんですけど、ただ今考えてるのは、高校か大学かでアメリカ留学できたらいいかなと思ってます。それが今の目標ですね。 Catch our dream.